ご視聴ありがとうございます。ポスピックです。ダイイングライト2、本日は隠し装備の紹介をやっていこうと思います。ですね、まずこの隠し装備もう全貌見しちゃいます。これです。マリオジャンプですね。ピヨーンってピヨーンって飛べるんで、このねピヨーンってマリオっぽい音とともに飛べるこのスニーカー、なんと It's me マリアンというね、パクリネームバリバリなんですけども、このねレベル1という防御力、はい、欲しい方はこの動画見ていただければいいかなと思います。ということでですね、あのダイイングライト2のまあ隠し装備とか全部、まあ、全てね上げさせていただきたいと思っておりますんで、まあ何はともあれ It's me It's me 俺ということでね、マップの紹介いきましょうね。まあマップでいうところの南の方ですね。セイパウロ島から行ってもいいし、ここら辺から来てもいいんですけど、とりあえずね、まあここら辺仮想ダムエアのまあここら辺まで来ていただければいいかなと思います。でここら辺ね汚染されてるんで気をつけて行っていただきたいんで、一応ね安全ルートで今から行きたいと思います。まずはですね、この水路沿いに歩いていきたいと思います。こうやってね、これなんか、広角機動隊だよね。広角機動隊じゃない。ごめん。なんだっけ。進撃の巨人。これ使い方から練習してマスターしたら、立体機動装置みたいに街中をブンブンいけるんじゃないかと思っております。It's me, マーリー、俺です。ほら、こんなことできちゃうんです。あ、いて。で、ここら辺ね、汚染されまくってきてるんで、と。まあ、このね、あの、水沿いを進んでいただくと、あそこにね、あのボートがあるんでね、あそこ向かって泳いでいけばいいと思います。では泳いでいきましょう。いきますよ。ここグラップルしたらどうなる？できないね。で今見えております、この前方に見えておりますこの建物、ここ制圧しちゃえばね、ここの上からリスポンできるんで、まあ上からパラグライダーでね、そのアイテムをゲットするところまで飛び降りることはできるんですけど、まあ結構強いんで、まあ倒すのめんどくさいとかね、ちょっと倒せそうにないっていう方は、このルートで来ていただければいいんじゃないかなと思います。It's me 汚染区域ということで、ボートあるんでね、目印。で、ここ渡っていただきますと、まあこの汚染されてない場所をね、ひたすらこう、辿っていくと。これね、誰でも It's me 俺になれちゃいます。はい、It's me 俺になりたい方はこの動画見て行ってみてください。で、こうね、ローププランプランしてるんで、こうね、拠点制圧して、あそこからパラグライダーでピュッて、あのコンテナですね。あのコンテナめがけていけば OK。こういうことです。はい。で、これね、ロックピックハードということで、これ開けていただきますと、まあ中でね、あの、このマリオシューズが手に入るということです。で、これ別に攻撃できるわけでもないし、何ができるわけでもないんで、まあ別にほんとね、みんなでこれ履いてね、オンラインでみんなでこのジャンプ、まあマリオの声真似して誰が一番マリオっぽいかっていうのね、競ったりしても、まあ面白いかもね。ということで、もうゲットしちゃったんで、まあゲットした瞬間の映像をこの後挟みますけど、まあ、It's me マーリアンなんだか、It's me 俺なんだかわかんないですけど、まあこの装備ね、取りたい方はぜひ、ここに来ていただければ、It's me マーリアンをゲットすることができますということで、終わりたいと思います。では、撮った映像もご覧ください。開いた。こんばんは。It's me マーリアンをもらいに来ました。どこに行けばいい？あ、キャンプファイヤーありました。毎回思うけど、これキャンプファイヤーなんでしょうか。で、ちょっとここでじっとしてればいいんじゃないでしょうか。ルイージ出てくるかな？もしかしたらね、ピーチ姫がね、ベッドにやってくるっていう可能性もあるんで、あー、ピーチ姫が今見ていた。左にピーチ姫いましたね。次は、ルイージがどっかで、カメラを持って盗撮してるんじゃないかと。お、なんか、光り出しましたね。光ってますね。おーまい！ It's me, マーリアン！ It's me, マーリアン！
これだ。 It's me マーリアン、見ていこう。 It's me マーリアン見ていこう。どれ、靴でしょ。あ、赤くてすごく It's me マーリアンですね。これ It's me マーリアン、なんということでしょう。防御力1って、防御力1って。So tell me what you want, tell me how you want it, tell me